ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく、姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてえ。ロビンを捕まえるんだ。よし、やるか。まったく、市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけねえとな。クンクン。どうした、チョッパ。ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちここでお別れよ。この町で。何言い出すんだよ、ロビンちゃん。あ、そうか、新聞のことだろ。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちにはいわれのないつだけど、私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは、私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよ、ロビンちゃん。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。
あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。許さねえ。見逃してくれる雰囲気じゃねえよ。ロビンちゃん探さなきゃいけねえのに。アイスバーグ様、麦わらの一味め、チキショウ。ロビンを捕まえるんだ。じゃなきゃ何もわからねえよ。ロビン本人が認めてんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いねえ。ならロビンはもう一度アイスバーグを狙うはず。そこを捕まえるぞ。情報が町中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。造船ドックの方はまだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。麦わらの海行ったらどこだ。行こい。してくれるじゃないの。お前がフランキーだ。俺はお前をぶっ飛ばさねえと気が済まねえ。おい、造船ドックの方が騒がしいぞ。人を集めろ。これじゃ情報を集めるところじゃねえ。やれら簡単に乗り込むしかねえか。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに目立つものを破壊すれば注意を引ける。アルノ号
正面から突入してロビンを探せ。行ったそばから正面突破か。不可能じゃねえが、骨が折れそうだ。まあ作戦なんて聞いてくれないわよね。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。騒ぎを起こせばいいんだな。ロビンのためにでも頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。望むのまず相手してる暇はねえ。どけ。応援に来たぞ。帰り討ちだ。空手くん、してったのか。あれがロビンちゃんの本心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。道を開けろ。どこで止めろ。抜かれたらガレーラの恥だぞ。ガレーラカンパニーってのは一体何人やがるんだ。外の連中はやられちまったのか。こうなったら俺たちが食い止めるしかねえ。もう現行犯も基礎もねえな。ガレーラカンパニーに侵入するぞ。ニコ・ロビン、もう一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に、今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させれる存在が。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは。あなた、私の何を知っているの。世界それほど嫌う政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし、世界がどうなろうと構われってのか。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか。多くの犠牲が出る前にお話しくな。お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン。潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間も。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には思慮深い。あなたは自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男は死んだが、弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。設計図を託した相手が
唯一の弟弟子なら、あくまで仮説だったが、あなたのその反応が、そう。うりゃあ！ロビン、やっと見つけたぞ！邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか？お前、船大工の。わけわかんねえが。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手を。ああ。なんでこいつらこんなに体硬えんだ。それが超人的大義六式の力だ。我々 CP9 は皆会得している。気が済んだか。我々 CP9 は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟と世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは、我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ。さ、猫猫の実、モデルレオ、島の外まで飛べ！行くぞ、アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティフラムの。ヤッホな海の戦士に俺はなる。なんでお前が泣くんだよ。バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ添った仲間と船を守るために別れたおめえに。とにかく分かったろ、俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで。じゃあおめえこれからどうすんだ。行くあてがねえんなら解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味をやめても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険して、いつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさ。いや、帰れねえよ。さっき
その船はもうダメだ。ふざけんな、メリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもううるせえってんだよ。本当は全部知ってんだ。空島でのある夜、俺は誰もいないはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいか、俺はあれはメリー号の化身だったんじゃね。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直けどよ、それじゃおめえ船の限界を知っててな。そう割り切れるもんじゃ。悪いな、ノックしたんだが。ん？秘密基地に押しかけて襲ってくるとは何が目的だろうな。簡潔に話そう。俺たちの本職は世界政府の諜報部員だ。お前にはこの意味がわかるか。ここへ来た理由は。おい、お前、巻き込んで、すまねえ。どうなってんだか分かんねえが、今は協力した方が良さそうだな。殺、気の上げ地獄。あのバカは、アイスバーグは元気か。殺した。何せ なるほど、ここはかつての造船会社コムズワーカーズの本社。人の思い出に土足で踏み込むもんじゃねえぞ。フランキー、我々はもう全て知っている。お前の本当の名はパティ・フラン。8年前に死んだと言われていたトムのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。流れ星、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 流れ星
そっかハンバーグ、えっ、ほっ、流れ星、流れ星、ルーダー、ブロンブルライト、これセファイア、サツ、キノアデ地獄。古代兵器プルトンの設計図、こっちへよこせ、フランキー。おめえらに渡すもんはねえよ。流れ星、そしてやろう、ゲッポン、流れ星、フレッシュファイヤー、えっ、流れ星、フレッシュファイヤー、フレッシュファイヤー、フレッシュファイヤー、もらった、ゲッポン、シガン、バチ、キュア、ヤキサップパウンド、ナガロス、ヤキサップパウンド、サップパウンド、ヤポン、そして、ナガロス、ヤキナガロス、サツ、キノアデ地獄。やがいます。くらえ。長います。ストップハンガー。長います。早くます。長いくよ。長います。長います。ゲッポー。君サップパイプ。君サップパイプ。早くます。そろそろ時間だ。連行する。あっ、くしょー。お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図の在りかについてはそこで聞こう。間もなく海列車が出る。行く。俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのこと。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす、すべて世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。だがニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し、世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりも、あの女はお前たち6人の命。よかった、ロビンは私たち。そうと分かりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけどどうやって。まあ手段なら一つだけある。出してやろう。えっ、あー